ヒマラヤ地域の中国支配地域とインド支配地域を分ける実行支配線。この線は1962年の中印国境紛争の焦点となり、インドのジャワハルラールネルー首相が草も生えないといった土地の支配をめぐってインド軍と中国軍が戦った。ヒマラヤ地域における中印両国が主張する国境及び 中印国境紛争中に領土を占領した中国軍の進展実行支配線とはかつてのジャンムーカシュミール半王国の領域において1962年の中印国境紛争の後に設定されたインドと中華人民共和国との支配地域を分ける境界線である。実行支配線という用語は2つの意味で使用される。協議では中印間の国境紛争地帯のうち 西部の境界線のみを指す。この意味での実行支配線は、東の国境紛争地帯のマクマホンライン、及びそれらの間にある確定した国境とともに、事実上の中委国境を形成している。抗議には、西部の境界線と東部のマクマホンラインの両方を指す。中委国境全体の長さは 4056km である。インド側は、連邦直轄領のラダックと、 ウッタラーカンド州、ヒマーチャルプラデーシュ州、シッキム州、アルナーチャルプラデーシュ州が、中国側はチベット自治区が接する。この境界線は、1962年の中印国境紛争以降、インドと中国の間の非公式の停戦ラインとして存在し、1993年に二国間協定により、実行支配線として正式に認められた。ただし、 中国の学者は中国の習恩来首相が1959年10月24日付のインド首相ジャワハルラールネルー宛ての書簡でこの言葉を最初に使用したと主張している。中国とインドの間で公式の国境線の交渉は行われていないが西部の国境線についてはインド政府は今日でも1865年のアーダー・ジョンソン線に類似した国境線を主張し 中国政府は1899年のマカートニー・マクドナルド戦に類似した国境線を主張している。1959年11月7日付の書簡で、州はネルーに実行支配線は東側のいわゆるマクマホンラインと西側のそれぞれの側が実行支配する地域の線で構成されていると述べた。1962年の中印国境紛争の間、 ネルーは支配線を認めることを拒否した。中国が言う実行支配線から2 0トル撤退するという申し出は全く意味がない。この支配線とは何なのか。彼らが9月の初めからの侵略によって作った戦果、露骨な軍事侵略によって40から6 0トル前進し、そこから双方が2 0トルずつ撤退すると申し出るのは、 欺瞞的なからくりであって誰も騙すことはできない。州は実行支配線について次のように回答した。基本的には1959年11月7日の時点で中国側とインド側の間にあった実行支配の線である。具体的には東部ではいわゆる幕マ間マ本ラインと一致する。西部と中部では主に中国が一貫して指摘している。 伝統的な観光の線と一致している。実行支配線という用語は、1993年と1996年に調印された中国とインドの協定で法的に認められた。1996年の協定では、どちらの側の活動も実行支配線を超えてはならないと規定されている。しかし、1993年の中印国境地帯の 実行支配線周辺の和平と平穏の維持に関する協定では、双方は本協定における実行支配線への言及が境界問題に関するそれぞれの立場を害さないことに同意すると規定されている。インド政府は中国軍が毎年何百回も不法侵入を続けていると主張している。2013年、ダウラトベクウルディの南東 30km の地点で、 三週間に渡り、インド軍と中国軍の間が緊張状態となった。インド軍が脅威に感じた南に 250km 離れたが近くの軍事施設を破壊するという中国の合意と引き換えに中印領軍が撤退し、緊張状態は解消された。同年後半には、インド軍が前年8月から2月までの間に、 国境地域の古城で329の未確認物体の目撃を記録したとの報道があった。そしてインド軍は155回の侵入を記録していた。物体の一部は後に、インド宇宙物理学研究所によって、高い土地での大気の違いで金星と木星が明るく、見え、監視ドローンの使用増加と混同されたものと判定された。2013年10月、 インドと中国は実行支配戦に沿った警備が武力紛争にエスカレートしないように国境防衛協力協定に署名した。ありがとうございます。